みなさんこんにちは稲枠 TV の川島ですいつも動画をご覧いただきましてありがとうございますさて今日の動画はオフィスアプリのご紹介になりますオフィスといえばワード、エクセル、パワーポイントその他たくさんありますがそのアプリが無料でスマートフォンにインストールすることができます もちろん iOSiPhone の iOS やそれから Android ユーザーでも使うことができますで今回行うのはスマートフォンで撮影したデータを Excel として取り込むことができますそうしましたら今度はパソコンの方でそのまま OneDrive を開くとその Excel のデータが入っています作業するのはねパソコンの方が得意ですからそのようなやり方今回はご紹介してまいりたいと思います では、インストールの方から作業を進めてまいります。これ、とっても便利ですよ。まずは、アプリをインストールします。アプリは、iPhone の iOS 以外、Android も無料でインストールすることができます。では、ストアから。まず、この検索ボックスに、Office と入力します。 では、こちらのオフィスですね。すると、私は以前入れていたので、インストールしていたので、この雲のマークになっています。一度も入れていない方は、このようなものではなく、入手というようになっていると思います。そちらをタップしてください。では、私は、この雲のマークをタップします。 マイクロソフトオフィスなので、ワード、エクセル、パワーポイントすべて一つのアプリに入っています。開くとなりましたら、開くをタップします。すべてのドキュメント、メモ、メディアを一箇所で管理ができます。カメラを使用するとコンテンツを素早くスキャンして、ドキュメントを作成してくれます。 PDF への署名、コンピュータへのファイルの転送などを行います。では、開始をタップします。プライバシー保護に努めています。こちらは読んでいただいて、次へをタップします。エクスペリエンスの強化。こちらも読んでいただいて、OK をタップしましょう。 他のユーザーがあなたの文章と共有または共同編集を行うと通知されます。今回はオンにしておきます。通知は許可します。はい。ここは大事ですね。プレミアムに移行する。マイクロソフトでは有料のサブスクですね。これを今回は1ヶ月無料の使用版として開始しますかと聞いてきます。 このようにたくさんのサービスがついているんですが、このまま無料で使いたいということありますよね。大丈夫です。なので、このまま行わない場合は、今は行わないをタップしましょう。では、ここでサインインをしましょう。サインインをタップします。マイクロソフトのアカウントでログインをする必要があります。では、アカウントを入れます。次へをタップします。 マイクロソフトのアカウントがわからない場合は Windows のアカウントを確認するといいでしょう。では、パスワードを入力します。サイン,インをタップします。すると、このマイクロソフトのアカウントでパソコンで使っている場合は、パソコンと同じデータを共有して、 iPhone と共有して使うことができるようになります。例えば iPhone で撮影して、この iPhone の中に取り込んだものというのは、パソコンの方で Microsoft の OneDrive にログインをしていれば、同じものがパソコンで編集ができるようになります。 では実際に操作を行ってみます画面の下にメニューがあるんですがとてもシンプルですねホームとそれから操作これしかありません操作の方をちょっと確認してみましょう操作をタップしますするとできる操作一覧がここにありますまあざっくりと説明をすると PDF に署名をする スキャンから PDF、画像から PDF、ドキュメントから PDF、この辺は PDF 関係になりますね。要は今まで なんか書類があったものをスキャナーでスキャンをしてそれを PDF にしてメールなどで送ってくださいなんてありませんでしたかこのスマホそしてアプリがなければスキャナーを使ったりそれから複合機などがあればプリンターね複合機などでスキャンをしてそのデータをパソコンに送ってパソコンからメールで送るなんてしたと思うんですがもしかしたらね本当にプリンターとかスキャナー いらなくねって感じしませんか。今 iPhone や Android のスマートフォンなどは割と画質も良く写真を撮影することができます。頻度的にそれほど多くないのであればこれで事足りてしまいますよね。これすごいですよね。そして PDF をワードに変換などがあります。こちらもまだ試していないんですがまあきにできるとは あままり期待はしない方がいいい方がと思います。ですが、まあ、ないよりはマシ。そのあと編集をかけて直すところは出てくるにしてもこのような機能が無料で使えるというのはすごいことですよね。その他にも画像からテキストこれは OCR という機能ですね。印刷物に表などがあってそれを Excel で編集したいなんていうときに写真を撮って それをの表に直すことがでできるんですね。この後ちょっと試してみたいと思いますそして QR コードのスキャンフォームを作成ファイルの転送などがありますではホームに戻りますこのホーム画面には在近の項目や共有しているものそしてピン留めしてあるものなどが選ぶことができるようになりますピン留めをタップすると 私がいつも YouTube のデータを管理しているもの、よく使うものなので、他のファイルに埋もれないようにピン止めをパソコンの方でしてあります。そのデータがこのスマートフォンでもこのように閲覧することができます。では実際に操作を行ってみたいと思います。操作を行うときは、この右下にあるプラスのマーク、こちらをタップしていきます。 すると次の画面でクイックキャプチャー、そして作成があります。クイックキャプチャーにはメモ、スキャン、音声があります。音声はね、新しく搭載されたんですね。このメモというのは分かりづらいんですが、要は今までパソコン、Windows を使っている人は知っていると思います。必ず Windows を購入した際には、付箋アプリというのが入っています。この付箋アプリのことを察します。 言い方ね、メモにしちゃうとね、分かりづらいので、なんで不戦定しないのかななんて思ったんですけど、今はメモという表現になっています。そして今お話ししたスキャン、そして音声も録音することができます。会議とかね、ちょっと今音を取っておきたいという時には便利かもしれませんね。でも iPhone にはボイスメモなどがありますから、まあ、そちらを使うかもしれません。これは人それぞれですね。 では今回は今年の春、検診に行ってきたんですね。ここ、検診のしおりという冊子をいただいて、この中にこのような表がありました。この表を Excel にしてみたいと思います。では実際にやってみます。画面の右下にあるプラスボタン、こちらをタップします。今回は表になるので Excel で取り込んでみたいと思います。Excel をタップします。 この画面、Excel を普段使っている方はわかると思うんですが、まずは空のブックがあります。そしてすべてのテンプレート。これパソコンでもおなじみですね。ところが違うのがこちら、テーブルのスキャンというのがあります。今回はこちらをタップしてスキャンしていきたいと思います。テーブルのスキャンをタップします。はい。こんな感じになりました。 テカっているところがありますが、カメラのシャッターボタンを押していきます。では、シャッターボタンをタップします。すると、このように枠線が囲まれているのがわかります。もし、この枠線ちょっとずれているようでしたら、自分でドラッグをして、このように範囲を変えることができます。 この右側あたりも少しドラッグして変えていきます。この数字はいらないので取り除きたいと思います。こちらも取り除きますね。こんな感じでしょうか。ちょっと薄いんですが、これで OK にしたいと思います。右下の確認ボタンをタップします。するとデータの抽出中となりました。 色がついてたりするんですがねこれどういうふうな結果になるでしょうかはいこの下に表が出てきているのが分かりますねこの血液一般というのは結合しているのでこんな感じになっていますこの右側の2列目に関しては白血球以下はほぼ合っていると思いますこれね手入力するのすごい大変ですからね右の方 見るとこんな感じで割と綺麗に取り込んでいるのがわかりますね。ではこれを Excel で開いてみたいと思います。左下にある開くをタップします。もう一度開くをタップします。すると Excel が表示されているのがわかりますね。これで最後保存をしてまいります。今回ワンドライブに保存をしてみます。 今、ブックという名前でまだ保存ができていない状態になります。右上の3点リーダー、こちらをタップします。保存をタップします。場所を聞いてきます。今回はワンドライブになっています。そうではない場合は、このくの字をタップして、戻って違うフォルダーに保存をしてまいります。 自分のね iPhone の中あるいはスマートフォン Android でもスマートフォンの中に入れていくこともできます今回はワンドライブにしますワンドライブにすることでウェブを返して必ずパソコンからでもアクセスができるからということで今回はワンドライブにしたいと思いますではこの中に直接名前を打っていきます検索項目一覧表として 保存をタップします。上に名前がついているのが確認できますね。ではここから Windows PC の方で確認をしてみたいと思います。これが一番の醍醐味ですよね。写真を撮るのはパソコンではなくてスマートフォン。そして Excel に取り込んだものはやっぱり Excel は加工したりなんかするのはパソコンですよね。ではパソコンの方で確認します。 エクスプローラーをクリックします。はい。すると、ワンドライブの中に検査項目一覧表がありました。では、こちらをダブルクリックして起動してまいります。色んなのは欠けていますが、これちょっと加工すればこのまま使えそうですね。ここが全部が結合していますので、セルを結合して中央揃えにし、先ほどのは色がついていたので、 ちょっと色をつけて加工してあげれば、ほぼ同じ状態でエクセルで後作業することができます。今日の動画はここまでにしたいと思います。いかがだったでしょうか。無料でしかも安心のマイクロソフトのアプリになります。ワード、エクセル、パワーポイントそれ以外のものたくさんありますよね。そのアプリが無料で使えるこれ入れない手はありません。 そしてスマホとパソコンのそれぞれの一長一短ありますよねそのいいとこ取りをするということでスマートフォンで撮影をするそしてパソコンの方で作業をする保存をしたものを加工したりするのはやっぱりパソコンになりますよねこの写真から取り込む OCR の機能というのはとても進化してきましたもちろんスマートフォンの画質の方も良くなったからというのもあるんでしょうかね 今回はエクセルに表として取り込みましたがワードドキュメントとして文字列を取り込んでそして加工したりすることができますまだまだたくさんいい機能ありますのでぜひインストールをしていただいてお使いください「稲わく TV」ではこのように初心者の方そして中高年の方が便利に使えるアプリなどをご紹介していますまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします そしてぜひ今回の動画が良かったら高評価ボタンそしてコメントもお待ちしております最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうごきげんようまたねー「稲わく TV」チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています 学びに年はありませんあなたを待っています